それはえぐいわ。6時間遅れで飛ぶということで、いやー大変なことになりましたね。さあ明日は出発ということで、今回はこちらのホテルに泊まっていきます。最後の晩飯はうどんにさせていただきましたというところで、いただきます。おはようございますというところで、今からですね、関空からクアラルンプールに向かって、搭乗していきたいと思います。レッツゴー。初めての国際線です。もうチェックインも終わらしね、あとは保安検査を受けて、出国検査っていうのかな、審査っていうのかな、受けて乗るだけですね。はい、だから9時55分発の9時15分搭乗やね。で8時半に並んで保安検査。えぐすぎやろマジで。ですね、すごいことになりましたけど、あの飛行機がですね、なんと6時間遅れで飛ぶということで、なんかそのお詫びとしてお食事券をもらいました。はい、で次のフライトがね、クアラルンプールから9時から飛ぶんで、おそらくまあ間に合わないんじゃないかなと思ってます。いや国際線ってほんま何があるかわかんないですね。トランジットは時間をいっぱい作っとくっていうのが大事ですよね、やっぱり。って言ってもトランジットはあのクアラルンプールで5時間、ドーハで8時間やってやったんですけど、もうこれクアラルンプールも多分トランジット間に合わないんで、なんか代わりの便を用意してもらうなり、まあ何時間後にはなるか分かんないですけど、でその後って言ってもね、代わりの便って言っても他の便も予約埋まってるからどうなるんやろって思うんですよね。臨時の便とか出せないですよね、そんなすぐ。いやー、でドーハで8時間、これに追いつけたらめっちゃ暑いですけど、まあちょっと厳しそうなんで、あのコペンで一泊ホテル取ってたんですけど、それもちょっとキャンセルしないといけないかなって思ってます。どうなるかあんま分かってないですけど。はい、ですね、なんとマレーシア航空本日運航取りやめということで、そんなことあるんですよね。これが今日はもうあの神戸のホテルに泊まるか家帰るかどっちかみたいな。あ、そうホテルは手配してくれて、そこまでバスで送ってくれて、ご飯も出て、で明日のバスもあるけど、明日の何時の便に乗れるかもわからへんし、そういや大変なことになりましたね。今から神戸のねポートピアホテルみたいなところで、ちょっと綺麗なホテルかもわかんないですけど、航空会社の人が手配してくださったんで、そこにバスで向かいたいと思います。I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. マレーシア航空欠航により、神戸のホテルまで1時間ぐらいかけて送ってもらいました。いやほんま感謝ですね。ちょっとで部屋紹介軽くしていきますか。
急遽手配したことで、一人でダブルじゃないですね、ツインですね、はい、まあまあ広いです。なんかまあまあなスペースがあります。この辺も景色はどうですか。うわ、いや海が見える感じね。あれ神戸空港かな。あんな近くに空港あるのに、また明日関空に戻ります。え、このホテルプールあるやん、リゾートホテルやん、めっちゃ。へえ、おもろ。いや、ここがね、いちゃん綺麗でしょ。バスルーム、いちゃん綺麗でしょ、これ。ね、鏡よ、これ。これガラスよ、これ。これ、何もないじゃないからね。ガラスあるんですよ、ここに。ということで、今からですね、夕食を食べに行って、ちょっとゆっくりして、まあ明日ね、どうなるか全然わかんないんですよね。何時の便に乗れるかとか。で、コペン、着いたはいいけど、寮に入れないとかそういうことが結構あると思うんで、まあ、もろもろ連絡とかを、していきたいなと思います。はい、では夕食へ行こう。神戸はやっぱり明るいですね。この下さ見てよ、ほらプールが輝いている。はい、ご飯食べてきました。今ですね、なんか、マレーシア航空から、メールが来ました。インボールノーディスということで、フライトが変更になりましてですね、明日は22時25分の便、夜ですね、明日の夜の便でヘルシンキ行きます。フィンランドですね。はい、ヘルシンキ行きまして、その到着が朝の5時30分で、次ヘルシンキ出発11時の、11時40分40分間のフライトでコペンハーゲン。なんとこれトランジット1回かつ、1回目のフライト13時間からのもう1個のフライトが、まあ、時差あるんで1時間40分というところで、いいのか悪いのかで言いますと、あんまり分かんないですけど、はい、って感じに変更になりました。はい、ということで、まあ、大波乱の1日目でしたけどね。はい、結局無事生きてますということで、はい、それでいいんですよね。ということで明日22時発の、フィンランドヘルシンキ行き乗ります。で、まあ、22時発なんですけど、ここから空港まではシャトルバスが、クアラルンプール行きの人の時間に合わせて出るので、朝は5時起きで5時45分発の、バス、シャトルバスに乗って、関空行きたいと思います。ということで皆様、明日以降ね、オジログ、本番ですから、いやもう今日が大波乱でこれで1本出すと思うんですけど、はい、楽しみにしておいてください。明日からおそらくコペンが落ちると思います。それではまた、バイバーイ。